どうもこんにちは、しもじです。今日お話しするのはお金の話、お金に直結するスキルの話ということで、いきなりお金の話かよ、ね、金の亡者ですかって感じだと思うんですけども、稼げるプロ選手になるにはどうしたらいいですかっていうね、お金に関する質問とか、まあ、結構あるので、これからはですね、まあ、プロサッカー選手とお金の話も、まあ、たまにね絡めて稼ぐようになる方法とかですね、お金に対する知識、メンタル、引き寄せの方法なんかもね話していけたらと思います。で、まあ、今日お話しするのは、年俸1000万円を超える選手たちが必ず持っているスキルに関する秘密、これをね公開していきたいと思います。ではね、早速そのスキルの話、これ一体何なのかというと、止めて蹴るのスキルを磨くというね、なんだよね、またね基礎の話とかね、当たり前のことですか、ね、もっとねこう裏技とかね、そういうのをね聞きたいんですけどっていうのがあると思うんですけども、だけど実はその大事なことっていうのは、そういう地味なこと、当たり前のことにあって、これはね僕だけでなくて、長く多く稼ぐ選手が共通して大事にしている、年俸1000万円を超える選手たちが必ず持っている超重要なスキル、このね話をしていきたいと思います。当たり前のことに隠されたプロしか知らない事実、これを知っているか知らないかがですね、プロの分かれ目になっていくと思います。そして今回のこの話は、前回に続いてアップで調子悪い時の対処法、この引き出しを持っておくっていうことのスキル編でもあります。これを身につけることで、調子が悪いなと感じていても、それをカバーして安定してね、力が出せるようになって、監督やチームメイトからの信頼を得るとともに、出場する機会がねどんどん増えていって、そしてその出場時間が増えることで、まあいろんな経験とか技術をどんどん身につけて、それによってプロになって、長年活躍して、同時に、プロとしてどんどん稼ぐ、ね、可能性を、ね、広げていけるようになります。今回の止めて蹴る、このスキルの習得方法を、ね、まず先に言っておくと、僕がおすすめするのは対面パス、あるいは、壁に向かってボールを蹴る、を繰り返すということで、そして大事なことは、一球一球自分が思い描いた軌道とか回転、あるいはボールのスピード、そして狙ったところに、ボールを蹴れているかっていうのを確認しながら蹴るっていうね、まあ、これもまあ普通に当たり前の普通の練習なんですけども、ここからねプロの選手、特に1000万円以上稼ぐ選手たちがなぜこの基本的な技術習得に命を懸けているのかっていうね、深い理由、当たり前のことに隠されたプロの真実をお話ししていきたいと思います。では、そもそもなぜ止めて蹴るの基礎技術をそういったプロの選手たちが、磨くのかということなんですけども、サッカーの技術、まあ、スキルというと一般的に多くの人は派手なプレーとかですね、技、最近では戦術とかですねに目が行きがちなんですね。最新スキルとか最新戦術、あるいはトレーニングメソッドにすぐ食いついて、まあ、それをすればプロになれるとかね、よりね最強の選手になれると思ってしまいガチなんですね。だけどどんな最新の戦術がね開発されたり、テレビとかで、すごいねスーパープレーが出ていたとしても、実際の試合中のプレーのほとんどは止めて蹴る、トラップとパスで構成されてるんですね。そしてフランスリーグワンの、チームを対象にしたあるスポーツ科学の研究によるとですね、1人の選手がボールに触れる時間の平均、これは1試合で 53.4 秒ということで、まあ、こういうデータがあるんですけども、つまりサッカー選手は90分の試合の中でボールに触れるのは1分もないっていうデータが出たんですね。スペインリーグだと、もう少し長くてですね、中盤の選手では平均ボール保持時間が2分ちょっとっていうね数字があります。つまりほとんどの選手は90分の試合をしてボールに触れる、ボールを持ってプレーするのが1分弱、あるいは多くても2分ということなんですね。そしてサッカーのプレーのほとんどは、パスで構成されるっていうことから、サッカーで大事な技術、スキルっていうのは止めて蹴るであって、それをいかに正確にできるかは選手としての価値、いい選手の条件になると言えると思います。それに、まあ、シーズンを通してですね、試合をしてサッカーをやっていくと、肉体やメンタルの調子が悪くてパフォーマンスがね上がらないっていう日がねあるんですけど、そういう日があったとしても90分のうち1分2分のそのねプレーの中で瞬間的には止めて蹴るのは1秒か2秒なんですけど、その止めて蹴るの基礎技術が高ければ、それだけ調子の悪さカバーっていう可能性が高くなって、ムラなくね、安定的なプレーをして、それだけじゃなくてパフォーマンスや結果をどんどん出していくことができるんですね。世界において日本歴代で最高の選手、その一人のね、
僕が大好きな選手がいて、それはね、中田英寿さんなんですけども、彼がね、現役中にこんなことをおっしゃってます。派手で美しいプレーを見せようと思ったら、地味な練習を死ぬほどしないと。基本があれば1を100にだってできるんだから、基本がない選手はいつか消えていくでしょうと言ってるんですね。そして彼が現役中に毎日多くの時間を割いていた練習、それが対面パスだったんですね。時には1時間以上、ね、繰り返しやっていたということなんですけども、トラップとパスの精度を極限まで、ね、高めていたんですね。また中田さんはですね、足のどの部分でどれくらいの力で蹴るとどういうパスになるのか、頭の中にインプットしながら蹴らなきゃダメ、球質や緩急などイメージしたボールと同じボールを蹴れるまでパスを繰り返す。そうやって練習してある程度ちゃんとボールが蹴れるようになると、いちいちボールに視線を落とさなくてもパスを出せるようになると言ってます。プロの試合だけでなくですね、大事な試合というのはやっぱり精神的にプレッシャーがかかるし、時には肉体的にも難しい状況にあったりしますよね。でどんなに調子が悪かったりビビっていたとしても、一流のプレイヤーというのは止める蹴るの技術が高いので、プレーにムラがなく、そして高いレベルのプレーを、ね、することができるんですね。だから、まあ、日本代表トップクラスの選手とか、リーグのトップ6選手の中でも、自分はサッカーが下手なんで頑張るだけですっていう風な、インタビューを、ね、お答えしている選手もいるんですけども、彼はまあ一般的に見て、まあ、地味で、まあ、がむしゃらなプレースタイルのように見えるんですけども、実はですね、止めて蹴るっていう基礎技術が相当高いから、高いレベルでも、あるいは、ね、代表でも、ね、プレーをしていたりするんですね。だから、先ほどね、中田英寿元選手の、ね、お言葉をね、紹介したように、そういった一流の選手たちというのは常日頃の練習から基礎技術を大事にして、そしてやり込んで、無意識にでも思ったところへボールを蹴れるようにすることで、調子の良し悪しに関係なくですね、高いレベルの結果を出し続けているんですね。僕が見てきた年俸数千万円を超えるような選手たちはみんなですね、この基礎技術が非常に大事だっていうのをね、認識してるし、何気ないタイミングパスや、一人で練習するときもその壁に向かってボールを蹴る練習とかもですね、高い集中力で何度も何度も繰り返し行って、そして基礎技術 そのパスの精度を高めていくことで、パフォーマンスと、結果をですね、上げているんですね。まあ、ということでですね、今日は年俸1000万円を超える選手たちが必ず持っているスキルに関する秘密、そしてアップで今日調子悪い問題を解決する方法のスキル面の話ということで、止めて蹴るのスキルを磨くということでした。ぜひあなたもですね、基礎技術のレベルを上げることで、どんな状況でも結果を出していけるんだ、あるいはです、ね、プロを目指す上でこういうことがすごく大事なんだなっていうのをこうインプットして、今日の練習からですね、ぜひね、やっていってもらいたいと思います。さて、次回はですね、アップで調子悪い問題を解決する、最後のメンタル編ということですね。技術と肉体、今まで話したんですけど、これはやっぱりメンタルにやっぱり、ね、どうしても左右されるので、次がかなり大事になってきます。なので次のね、非常に重要なプロの裏側 そのメンタルの話、ぜひ楽しみにしてみてください。それでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました。